夜がゴミの境に各商用していると、入り口のからかみがスーッと開いた。開いたところへ幻のごとく女の影がふーっと現れた。夜は驚きもせぬ、恐れもせぬ、ただ心地よく眺めている。眺めるというとはちと言葉が強すぎる。夜が閉じているまぶたの裏に幻の女が断りもなく滑り込んできたのである。幻はそろりそろりと部屋の中に入る。千女の波を渡るがごとく、畳の上には人らしい音も立たぬ。とずる眼の中から見る世の中だから、しかとはわからぬが、色の白い、髪の濃い、襟足の長い女である。近頃流行るぼかした写真をおかげに透かすような気がする。幻は戸棚の前で止まる。戸棚が開く。白い腕が袖を滑って暗闇の中へおのめいた。戸棚がまた閉まる。畳の波がおのずから幻影を渡し返す。入り口のからかみが一人手にたたる。夜が眠りは次第に細やかになる。人に死してまだ馬にも牛にも生まれ変わらない途中はこんなであろう。すやすやと寝る夢にながらの乙女が振り袖を着て青に乗って峠を越すと、いきなり笹田男と笹部男が飛び出して両方から引っ張る。女が急にオフィリアになって柳の枝へ登って川の中を流れながら美しい声で歌を歌う。救ってやろうと思って長い竿を持って向こう島を追っかけていく。女は苦しい様子もなく笑いながら歌いながら行方も知らず流れを下る。夜は竿を担いで「おーいおーい」と呼ぶ。そこで目が覚めた。脇の下から汗が出ている。妙に画速昏黄な夢を見たものだと思った。昔宋の大江禅師という人は古道の後何事も意もなくごとくできんことはないが、ただ夢の中では俗念が出てきて困る。長い間これを苦にされたそうだが、なるほど、もっともだ。文芸を生命にする者は、今少し美しい夢を見なければ幅が利かない。そんな夢では、大部分がに死にならんと思いながら、寝返りを打つと、いつの間にか障子に月がさして木の枝が2、3本斜めに影を浸している。冴えるほどの春の夜だ。